ルフィシンクをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日は1月1日発売の31アイスクリームの福袋を開けてみたいと思います。全4種類、価格は2000円です。2種類揃うかちょっとドキドキです。で、開けていきたいと思います。1つ目、オリジナルよマルシェバッグっていうバッグだそうです。ミニピンの絵はついてない、ね、うん、今回はついてないみたい、うん、はい、はい、次じゃあ、今度はスヌーピー、ノート、かわいい、うん、中身は中身にスヌーピーはいないけどかわいい、うん、あ、いたいたいた、ひよことか、あ、ひよこ、ひよこだ、うん、うん、かわいいよ、うん、次にじゃーん、アイスのキャニスターバッグ、バッグ？バッグみたい、大きくなるかな、いや、違う、なんか袋？ちっちゃい袋が何枚か入ってるみたい、アイスクリームオリジナルマルチケース、ーマルチケースだって。でもこれ多分何枚か入ってるんじゃないかな、じゃあこれは絆創膏だそうです。うん、アイスクリームの絆創膏、開けてみると、100円の商品券が1枚、2枚、3枚、4枚、合計2000円分です。ということはお決まりのこれを抜くと全部おまけです。ただです、ただただ。ちなみにそのギフト券使用期限ないので、ありません、お釣りも出ます。うん、お釣りも出るんで、31をよく利用する方は、こちらがおすすめになっております。2つ目開けていきたいと思います。2つ目、まず一緒の分、うん、一緒の分と、キャニスターバッグとマルチケースと絆創膏、ここまでは一緒です。で、次、じゃあオリジナルふわふわポーチです。すごいふわふわ、はい、ふわふわですごく気持ちいいです、かわいい。で、商品券です、はい、はい、で、次3つ目開けていきます。今のところかぶってないね、うん、4種類するかな。で、今回は店舗にもよるのかもしれないんですけど、中身が選べないようになってました。なので1つとか2つとか、まあ、買う人は開けるのがドキドキだと思います。で、ティッシュケースだそうです。いいね、ティッシュケースだったら中身がバラバラにならないから使いやすいと思います。で、商品券です。よいしょ。で、次開けていきます。これ最後、
次最後4種類目揃うのでしょうか。まずはどこの子どこでいい、まあ商品券ついてるし、そう、うん、まあ、そうおまけとして考えたら、すごくお得じゃないでしょうか。お得ですね。だからこの商品券を全部取って